心中生活4日目ドゥ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 4日目って言ってもらうと3日目と4日目の間に5日ぐらい間が空いてるかな。もう忘れちまったら何やってたか。己が何をやってるかまず再確認からだな。己が何者であるか、俺がどこから来たのか、それを確認するためにもか。ほんとこのアイコンだけ見たら最強だろこいつ。この画面だけ見たらこれで、この画面を見てこいつが一番使えないキャラだととても思えないよ。まず見てみよこいつ、魔導士だろこいつ。同じなんもねえ。ユニコーンヘッドとマシンゴーレム考えらんねえ。この2つしか使えない。こいつにやったら飛行だから、飛行とヒールライン2つしかないにもかかわらず一番強い。さあどこ行くかな。真珠もうあと4体か。こいつ倒したら折り返しになるわけだな。あと残ってるの誰だ。氷と土と光と月、なんか茶色いな。氷と、じゃあ氷ちょっと取るわけにいかんな。なんか土光月でちょっと茶色いから、光か月どっちからがいいか。光いくか。光いく。なんかどうせ俺最後だろっていう空気出てるから許せんわ。光の古代石行くわ。どうせお前俺光だし最後まで残すだろって感じで多分昼寝してるからそこ寝込みをしよう。そういう怠け出して俺許さん。己が光だということにあぐらをかいてこれから通用しない。そういう姿勢、たとえ光であってもこういう中途半端な順番に倒されることもあるわけだ。粘るんじゃねえ、雑魚が。俺は雑魚じゃねえみたいな空気出すな。お前雑魚だ。魔法神山、なんてやつだ。さすが光のところにいる雑魚ってわけか。俺たちを他の奴らと一緒にするなよ。俺らは光のところにいる雑魚なんだぜ。って顔してやがる。雑魚は雑魚だろ。あ、音も吸い込まれた。聞いたのか聞いてないのか分かんないよ今。見てなかった。どっちも。全然聞かねえマジで。弱えよケビンも。夜じゃねえから夜行くべきだったかな。ちゃんとしょうがないじゃん。レベル上げしよう。夜になるまでレベル上げしよう。何パッとだこれめげつねえぐらい経験値持ってるなこいつが。あっという間だろこんなの。あっという間に上がっちまう。やるぞパックンおたまやだ。だってパックンドラゴンにおこいつらいいな。そんなことするんだったら戦わない俺は。人骨が、ここから先は深くなっていて進めない。今まで幾多の困難を乗り越えてきたと思ってんだお前ら。そのちょっと深くなってるぐらいで中断されるお前ら何なんだよ。今までの困難に比べて明らかに低いハードル。わあこいつうめえ。こいつだ。こいつ完全だろこいつが。完全にうまい。じゃあなんでこれはいいのかよ。足がつくからいいのか。俺らと変わんねえじゃないか基準が。お前らの下がる進む基準俺ら潮干狩りに来たやつらと大して変わんねえよ。深くなってるからこの先行くのやめろとか。海水浴へ潮干狩りに来てるやつらと変わんねえじゃないか覚悟は。こいつらもなかなか倒しやすい割に
クラゲマン。クラゲマン。そろそろいいアイテム落とすんじゃない？グレルの油。どう違うんだ、グレルの油。グレルの油。フルカウント。あ、これうまいかもしんない。これいいな。ドロップいらんだな、これ。ドロップ。こんなんもうさっさと消して、もっといいアイテムで満たそう。もっとキラキラしたアイテム集めよう、ほかに。アイテム欄をキラキラで埋める。光の神殿っていうよりエジプトの神殿だな、ここ。エジプト感ある。こいつマジでうまい。だって弱いもん。セイレーンの穴場が来た。ここ完璧なレベル上げ場所だな。これちょっとレベル上げるわ。どんどんと敵と俺のできる良さが上がっていくわ。あっち向きな。お前らなん、どんどん弱くなっていくな。敵が強くなってんだこれ。敵が強い。前に出るな、もう弱いから。何もしなくていいよ。だって1しか食らわせられねえのにダメージ食らうなんて馬鹿らしい。うまい。ただただうめえわ。お、夜になってきた。お、まだか。まだ5時ぐらいか。もう夜でいいじゃねえか。何が違うんだよ。もう夜だろこれ。焦点が始まるぐらいの。お、これはいける。これはいける。よし。俺もだんだん分かるようになる。これはいける。さっきのはまあ規定列の再放送がされてるぐらいの時間だったけど、今焦点が始まるぐらいの時間だから。焦点って何時だ。5時半か。そらいけるわ。ウルフになるわ。じゃあウルフは焦点見れねえな。そこから活動を開始するわけだから。規定列見てウルフになって稼ぎみたいな感じか。かわいそうだな。なんかせっかくの焦点を。おこじのうまそうだな。うまそうじゃねえか。うめえ。これはうまい。うまい。こんなに楽に1000を稼ぐなんて衝撃を受けた。なんだなんだよこれ。何も起きねえんだけど。くだらん。トリッキーなダンスを取ってる。やっぱウルフは全然違うわ。本当に違いすぎる。何もかも。壁にかかった2枚の石。左に光、右にと書いてるが、最後の部分は読めなかった。あ、出てきてセリフ喋るなりねえのか。どこかで水の流れる音がした。なんか手抜きになってんの、イベントは。トリッキーダンスを踊っただけで死んでいった。お前どこへ行くか分かんねえ。あれ、てかこれ戻ってんねえ。グリタはさっき来たろ。こうつうか、俺はレベル上げもいいから早く行かないと昼になっちゃう。昼になったらウルフになれないもん。早く。俺水流れてねえじゃん。どういうことだよ。水の流れる音がしたっての嘘だったのか。そんな嘘情報で俺もて遊んだな。水の流れる音がするっつったろお前。お、水流れてる。確かに嘘じゃなかった。お、マーマーボート結構うまいね、こいつら。まあ単価はそんなに高くねえけど弱い。とにかく弱い。
300って。戸惑いを隠せない俺は、あまりの強さ。おバカがボス感丸出しにしやがって、こんなもうちょっとボス臭を消すべきだ。人類されちまうからな。真珠ライトゲーザーめちゃくちゃかっこいいな、お前。ライトゲーザーじゃねえよ、お前。紫肉団子だよ、お前の名前は。よし、月のコインだ。うれ効くだろ、この月のコイン。効くぜって言った、今。喉乾いた時にハイボールを飲んだぐらいのテンション。効くぜ。ノリがいいんだよ、ライトゲーザーは。食らってんのにノリがいい。さあどうしようかな。飛行つくか、とりあえず。自分でつくのかよ、飛行、そもそも人のつくんじゃねえの、自分のつく。お、イケアンジェラ、お前ここで、ここだぞ、お前、お前の出番。ここで活躍しなくてどこで活躍する。あ、しかもいる場所はこれ見たいな。一回殴っただけで150、二回で300、ライトゲーザー200、その程度でどうするの。あ、だけどこれ、ん、攻撃ダウンしてないこれ、弱くなってない。やめろよそういう遅延行為、許されない。まあいいや、ガンガン使い、使うだけならタダだ。おい、ガイズブラスト、お、これは強え。見た目が八の字。あ、おお、若干のインターバルが、ダメージを覚悟する時間ができたね。おーい、あれこれ絶対あれか。あ、防御力アップ、あ、そうなの。え、防御力アップしたの、魔法使ったらまた出た、このゲームの魔法使うな、魔法使うなの運動、また出たのかじゃあ使わねえよもう。分かった、おのずるどりしてやる。使わねえ、お前らはそこまで使うなって言うんだよ。使わないよ俺。プリズナー、俺がプリズナーに。どうなるプリズナー。モーグリ、モーグリ、モーグリになった。プリズナーやべえな、これがプリズナーの力。まあ魔法使いはプリズンでいいだろう。プリズンブレイクされてた。もう、しんつけじゃねえよ、お前。俺だっつうの。よし。ウルフがいればいいんだ、俺。くっそ。魔法使ったから防御力上がって倒すの遅くなってんよ、マジふざけんな。ちょっと魔法使ったらこれだよ、これ。拒否反応示す。魔法使うんじゃねえと。もう書いとけパッケージに、魔法使うんじゃねえこのゲームでって書いとけ。そうすれば俺もこんな言わねえよ。選ばねえし、アンジェラ、アンジェラ選ぶなよぐらいに書いとけ。ガイズブラストは来たぞ。空襲。もうねえよ、喋ること。もうねえ。コーナーに入ってくれ。これがラジオだったらもうコーナーに入ってくれ。オープニング動画終わって。肉団子が黄色くなった。あ、紫になった。とかしか言うことない。青くなったぞ。
れよくね、あら、なんでだよ。飛行つけ直そう。飛行の効果が切れてきた。これあかんぞ。まあ攻撃力、あ、これいいな。攻撃力下がっても飛行でもう一回上げ直せるから、これ強えよ飛行は。おプリーズナーやめろってマジで。こいつうぜえな一番最初に倒すべきだったこいつ。マジで何なんだよこいつ。しかもプリズナー死ぬ可能性すら全滅可能性すら何なんだよ。じゃあ何で使えたんだよチョコ。ふざけやがって。チンチケ、あ、何これ、あ、何なんだよ。信じて置いた。さあもう一生潜りでいいよお前。だって使わねえし。このパーティーに不要な女だお前。あ、これ戻ってやがる。まあいいや、飛行つきなさい。いや本当にもう、お、あ、なんかすげえ強くなってんだけど、なんで。あ、あれだ、魔法使って、魔法使って上がった防御力が持ってこなかったそうか、じゃあもう二度と使わねえ。魔法本当はこのダメージが標準だったけど、あれだな、魔法使ったから戻っちまったんだな。あ、もう死んだか。なんだよそれは。え？じゃあさっきのなんで？攻撃なのか自分が死んだ時の爆発なのか。あ、死んだ時の爆発これか。めんどくせえやつだった。いやセーバー系の魔法が欲しいな。もうこんなウルフしか使わないんだったらさ。はい。買いに行くか。ドゥル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 。つあげようかな。魔法使いらしく。ドゥル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 。お前はまあ体力かな。いやーどんどん適当なレベル差開いていくよ。どうしよう。何か改善しないといけんな。まあ、とりあえずマーケット行こう。マーケット。マーケットどこにあるかわかんねえ。どこだよ。セイトウェンデル。なんかあそこ、なんかここら辺にあるような気がする。城塞都市ジャブだな。確かこれは黄金の街道を取ってこっちに来たから多分ここだろう。間違いない。は？じゃあここ？いや待て待て待て、ちょっといらん、いらんとこに行ってる、いらんとこに行ってる。違う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 、早くしないと昼になる。ここだ、湖畔の村。それなんでだよ。城塞都市ジャドからなんか通って行っただろ、そこに商業都市バイゼル。ああもう昼になるっつーのもうどこだよ商業都市バイゼル。なんでだよ、おかしくね。あれなんか俺の記憶違いか。まあいいや、じゃあもう一回夜になるわ。待つわ、ウハンヌムラアストリア、おかしいな。ウハンヌムラアストリアって、いや違うわ。え、ジャド、え、ジャドから俺確かに黄金の回廊を取って行ったはずなんだよな。バイゼルまで記憶違いか。あれ、あ、漁港パロから行ったんだっけ。いや違うわ、なんか似たような街があるぞこのゲームには。あ、あったあれだ、あの街だ、似たような街。なんか最初大砲屋がいるところだ。大砲屋がいる。じゃあここら辺か。あった、そうだ、これ自由都市マイヤだ。紛らわしいんだよお前。あ、そうだ、これで間違いない。じゃあちょっと夜になるわな、待つか。ここら辺で。いや、それ止まればいいんだ、そうだ。
そういう発想がなかった。紛らわしい。自由都市マイヤーもう潰しといてくれ。あの街は人を不幸にする。休み休み。いやー、しかしこのウルフの攻撃にさらにセーバーを加えたらと思うとやべえよ。ウルフプラス飛行プラスセーバーだぞ。間違いねえ。間違いのない強さだ。またカレーの音楽か。カレーを食べよう。お前か。めっちゃ金がある。ケルベロスの爪、ケルベロスの爪、これだな。まあ3個ぐらい買っとくか。ポセイドンですね。まあなんか全部買っとくわ。はい、モールベアの爪。あ、これ闇の爪とかねえんだ。4属性だけか。そうか、なんか買っときゃよかったな、これだけでも。まあ攻撃力アップはもうウルフが自身が使えるからいらねえだろ。いらん。なんだこいつ、何も売ってくんねえや。なんか今あるかな。ダーツ、ハンドアックス、安っもっとするだろさすがに。ハンドアックスなんだから。パンプキンボム、光のコイン、どういうのかな。このポトの油が強いんだよな。暗闇のコイン、セイバーゲージの解除。何それ、スペクターな。これ渋すぎねえか、セイバーゲージの解除って。あまりにも渋いな。効果が渋すぎて誰も買わねえぞそれ。よしよし、これで成分を完備した。あと水と月と、水と月と誰だっけ、水と月と土か。よし、じゃあ水と土はセイバーが効くから楽に攻略できそうだな。じゃあ月行くかね次は。まあ、とりあえずセーブしよう。